と注意深く見ないと、どこまで津波来たかわかんないですよね。ここまで来てないのかな。はいはい、戻りましたよ。津波のことですか？はい。あ、はいはい。ここら辺はまだ津波来てないところだと思うんですけど、本当にもう、なんていうのかな。津波があったっていうことを知らない人が来ると、来たなんて、わからないぐらい、いろんなところが、3年ちょっとの間に、綺麗に整備されているので、壁とかの古い壁で、ある程度の高さのところに、真横にシミとかがついてたら、あっ、ここに出てきた。普通の見ただけで、わかる。なるほど。ちょっと暗いと分かりづらいですかね。そうですね。信号とかがある明かりとかで。で、ちょっと見えるか、見えないかぐらい。まだこの辺りを見てみようかな。でもね、今日ね、お昼の、この、紙相撲の交流会の中でね、いただいたメッセージの中で、静岡の方が、からのメッセージで、明日は我が身と思いながらも、ね、過ごしているなんていうふうにね、書いてくれていましたけど、そうやって思うことがまずね、一言に感じないっていう第一歩なのかなっていうふうには思いますけどね。こうやってなんか我々も、まあね、目の前で見てる景色はね、本当に津波があったなんていうことはね、あるいは地震もあったっていうことはね、東日本大震災自体がなんだか、ね、全然わからないようにも、ぱっと見はね、見えるんですけど、こうやって赤エリさんが今案内してくれると、ね。それだけ皆さん頑張ってきたんだなっていう。だからどこで、まで津波がね、到達してたとかっていうのもね、やっぱり聞かないとわからないようなことに今はね、まで復興をしているというふうにも言えない。だけど、それだけ下手をするとね、風化してしまうってことにもつながるんだなぁなんていうふうには思いますよね。市のバスが救援物資満載にしてバス何台も連なって、あの時雪がすごい降ってたんですけど、雪の中を進んでる写真が翌朝の新聞なんかに載ってたりしました。あと新潟中越沖の地震の時にすごい助けてもらったからっていうんで、新潟の旅館のおじさんがたくさんあの布団を避難所で使ってほしいって出してくれたりとか、福神さんからは牛タン美味しかったですか？美味しかったです。そして道路の標識にはついに、真正面に石巻の文字が見えます。今のところ石巻の松島っていう感じで、石巻40キロ。ましたね。時速40キロで60分の距離。ね、近いですね。撮影距離内まで来ましたね。津波来たかどうかっていうのの見分け方って言うと変ですけれども、まず、道端の、その立ってるポールとかが、新しいのばっかり立てたりすると、はい、あ、この辺り元あったやつ、どんどん使えなくなっちゃったのかなっていうので、まず注意深くあたりを見てみると、丈夫だった太いやつとかが、そういうのだけそのまま使ってたりすると、そのまま使われてるポールの何メートルかのところに、真横に線が組まれてたりとかで、この高さまで水が上がってたんだろう。あと仙台のこの辺りはわかんないんですけれども、